セレスリックが来日してるんだってな。すごいな。セレスリックって誰ですか？役者さん？おいおい、セレスって言えばボイストレーナーの世界的権威だぞ。ほら、この雑誌に載ってる。俺まだこの業界のことには詳しくなくて。あ、京也さんはこの人に会ったことあるんですか？ああ、子供の頃に一度だけだ。うちでやってるボイトレも彼のを参考にしてるんだよ。え、そうなんですか？そう聞くと急に親近感が湧いてくるな。その雑誌、後でゆっくり読んでみなよ。よし、練習再開しようか。頭から通して合わせる？そうだね、パート練習はもういいんじゃないかな。じゃあ君、再生よろしくね。なんかこの歌バラバラな感じしませんか？一体感がないっていうか。そうだ、カイトさんの歌だけおかしいんですよ。は？ろくに歌えないやつが何言ってんだよ。でもカイトさんの声が目立ってるのは事実ですよ。なんか一人だけトゲトゲしいっていうか。あー、確かにカイトくんの歌声はロックっぽいかも。カイト、次は少し声を抑えられるか。なんで俺がお前らに合わせなきゃいけねえんだよ。レベルを落とせっていうのか？お前らが俺のレベルに追いつけばいいだけだろ。ぐちゃぐちゃ言ってねえで、もう一度頭からやるぞ。今日はダメだな。このままやっても時間の無駄だ。お前らもっとうまく耐えねえのか。カイト、お前の歌い方バンド時代から変わってないな。あ？どういう意味だ？言わないとわからないほど子供じゃないだろ。知ったような口を聞くな。俺の歌に文句は言わせねえ。大丈夫、すぐに戻ってくるよ。こんなのは日常茶飯事だから。